今回は、乙骨が剣尺を切った時のブギウギ使ってる説って何だったの？に対する読者の反応を紹介していきます。作戦会議に東堂のとの字もなかったな。お前は結論を急ぎすぎる。つまりシンプルに乙骨がクソ早いってこと？会議に東堂いなかったから少なくとも東堂ではなさそう。ブギウギ説って何？乙骨の移動手段のこと？カーンって音がした後、乙骨と剣尺の立ち位置が入れ替わってるように見える、ブギウギでは？ってやつ。なるほどサンクス。ただの深読みと復活願望だろ。メロンパンの受け継がれる石すらカットなら東堂やブギウギ説はまずないな。そもそもカットされたと決まったわけじゃない、また場面が戻ってくることは普通にあり得る。リカが東堂食べて使えるようになったんでしょ。東堂成分が強すぎて例の東堂の顔になってしまったリカを想像してしまったぞ。ノリトシはともかく、ニッタすらあの場にいたのに東堂は何をしてるんだ。ブギウギコピーならコピーストックがうんぬんと少しは注釈入れるだろうし、それがなかったということは素でぶった切ってトンボ返りの作戦なんだろ。やたらブギウギ説多かったけど深読みとしか思ってなかった。忘れた頃にしれっと説明してくれるよ。後付けでなんか使えるかもしれないから、どうとでも取れるように意味深なカット入れてるだけ説。復活願望が強すぎた。素でぶった切ったならあまりにも早すぎるし、なんか術式は使ったんでしょ多分。普通に今でもブギウギだと思ってる。受け継がれる云々もカットでブギウギで勝ちましたはまずやらないから違うんだろ。深読み。高橋某説並みにぶっ飛んでると思ってたよブギウギ説。そもそも重力ガードは全方位技だったし。東堂は多分存在忘れてると思うよ猫。考察に復活願望詰め込みすぎとは思ってた。放置キャラが実はって発想自体はわかる。復活願望って言うけどそんなに東堂がやってるって意見多かったか？乙骨がコピーを使ったって考察の方が多くなかった？似たようなもんだろどっちも。コピーでブギウギが出てくるのが復活願望ってもんだろ。ただでさえ6に味方のコピーストックしないのに。高場ジャミングと不意打ちの組み合わせだからブギウギ挟むのも流れとしてらしくないというか。後からなら何とでも言える。でもあのカーンって音は斬撃にしては不自然だし、瞬間的に背後に回った演出は何かあるのではブギウギかはわからないけど、まだ何もなかったとも言い切れない。変な音は確か、しかしあの引きで今週のカット具合はブギウギ種明かしとかはまあないなと。会議室にいないからブギウギじゃないって早計すぎて草。してないって根拠どこにもないのに確定で話できる話あった？考察並みに謎の話してないかここのスレ。乙骨と東堂って間違いなく去年の交流会で戦ってるからすでに持ってる可能性もあるんだよな。まだ結論出すには早すぎだよな。なんで今週書かれなかっただけでブギウギ説否定できるのか。ブギウギじゃないにせよ首切る前に何かやったのかと思わせる感じだし。というか術式コピーイコール復活願望っていうのがよくわからないんだけど、コピーしようがされまいが復活してねえじゃん。速度や動体視力ではつくもとバリバリ殴り合えた剣尺が目で追うことすらできずに一瞬で背後に回られてるからな。先代の乙骨はここまで異様な速さはなかった。せやろか。よそ見してるやつの背後取るのとは全然違うだろ。ブギウギだよ。最初剣尺は高場を見下ろしてたのに、振り向くと高場との位置が離れた。高場と剣尺の間に乙骨がいる。策がミスでないならな。乙骨が早いだけじゃ説明できない。これを見落とすやつがこんなにいるとは。普通に考えて作戦会議中に乙骨がブギウギ使って剣尺倒しますなんて発言出るわけないだろ。今週で言い張れるとするなら剣尺サイドに東堂がいないってだけ。そんでもって東堂がブギウギ使ってるなんて考察はもともとそんなになかった。音が金属っぽいから義手でブギウギしてる説はあったぞ。これウギブキコピーが妄想みたいな話になってるけど、東堂とは条件違うだけでコピーは否定できてないだろ。カットの切り替えを勝手にブギウギだと思った奴らが多かっただけじゃね。単に瞬間移動といえばブギウギのイメージが強かったってだけじゃない？高場と剣尺の間に乙骨がいるのは確実におかしい。しかし、ブギウギだとしたら両の手を打ち鳴らす、発動条件を満たせてないことになる。近くに東堂がいたコピーして発動条件を何らかの音を鳴らす、に変更したリカが手を打ち鳴らしたその他の瞬間移動、もしくは幻覚の術式。義手東堂でいい気がするんだけどな。師匠の敵討ちもできたことになるし。ブギウギ自体は昔の交流戦の時にコピってる可能性があるけど、五分しか使えない術式をこの後少な戦にも行かないといけない。乙骨が剣尺に初手できるかな。
そもそもアンチグラビテシステムは自分の周辺全範囲だからブギウギじゃ防げねえんだ。というかブギウギ使えるなら五条のサポートやれよってなるから評価下がりそう。スクナの領域展開を潰した時点でマコーラ、アギトを強制的に距離取らせるくらいの役割はできたってなる。別に下がらないと思うが乙骨は助けに入ろうとしてだろ結局五条が弱るまではなしって当初の作戦のまま進むことになっただけで。反重力をどっちにやろうとしたんだかがわからなかった。まだどうだという段階じゃないそんだけだ、じゃあノートなんやねんという。むしろブギウギじゃないことに驚いたわじゃあなんで背後取れた?ってなるし。東道参戦でないにしろ過去にボコボコにした時とかいくらでもコピーする機会あるからブギウギのコピーできるでしょうに。いやただの作画ミスでしょう。ブギウギって言ってるやつは東道があの場にいたって思ってるんだよな。でも東道の性格上、板取りと残って少な討伐に向かうと思うぞ。乙骨がコピーを使ったようにも見えないし理科が完全権限してないカーンは骨が切れる音じゃないかって説を押すわ。もしブギウギだとしても今週の作戦会議は大スクナの話がメインだったから東道に関して言及がなくてもおかしくないように思える。これから体験弱の石を継ぐ者せんなり天使が高場推薦した会議の後にした会議の回想なりで触れられる可能性も十分あると思う。割と説明不足なことが多いよな。作者の癖であえてはっきり書かないことで後々で伏線として回収しようという魂胆と単純に書くのが面倒くさいというのがあるからな。別に説明省略するのは良いんだけど考察すらできないのはねえ。君たちのは考察じゃなくて根拠のない妄想ですよ。乙骨ブギウギ説は一応根拠書かれてるけどな。高場の位置が変わってるしな。無駄に深読みして勝手に文句言う読者が多すぎる気がする東道とかもう出てくる余地ないだろ。ミワちゃんについても活躍するはずとか何か残った意味があるはずとか未練がましく深読みしてたけど。ただただ弱いだけ、メカ丸かわいそう枠のためだけに出された子にあの場にいる意味とか与えられるわけないじゃんとしか。というかとりあえず作者バカにするセーフティ作って好き勝手言ってるよね。会話できない典型みたいなバカいて草ツッコミ上指摘されてるだけなのにセーフティとかアホ丸出しか作中で意味深に出されたものが何かしらあると思うなんて当たり前なのに何言ってんだこいつ与えられたものを脳死で絶賛する人しかいないと勘違いしてんのかとか言ってて後から普通に出てきたり普通に活躍したらどうするのそこまで言い切って。無駄に深読みして勝手に文句言う読者が多すぎる気がする矢印これにはマジで同意する。黙ってみとけって思うわ。ミワに関しては、戦う術なくしてたんなら何しに死滅回遊の地を観光してたんって楽に謎な描写とかしたよ。それは別に刀以外で戦えばいいだけだし調査の名目でも何でもいいのでは普段から人目なくてもヘラヘラしてるくせにわざわざ意味深に歩いてた意味って何なんだろうね。この点ジョジョだったらたった4文字再起不能リタイアって表記するだけで二度と出てこない説明になってるから便利だよな。振り向いた賢者が術式反転で反応できてないから乙骨が何らかの手段で高速で後ろに回ってるのは確定でしょ既存の術式ならブギウギの可能性が高いのはわかる。東道じゃなくても乙骨がコピーして使用してる可能性もあるしな何にせよ、現段階じゃどういう手段だったのかは確定はできん。正直首を切った音、とかいうとんでも論よりは現実味あるよね。ただの描写力不足か明らかにしてないだけなのかって場面増えたな、カシモのところとか死んだかどうかも発揮させてないし。純粋に構図の切り替えが下手だっただけではブギウギは深読みだ、っていうのが主流ならブギウギなんだな。